やっぱりこいつの仕業だったのか。他のみんなは？余計な邪魔するからだよ。ちょっと眠っててもらうよ、お兄さん。あれ？ああ、そうそう。ついでに他のみんなもね。そういうと、月城鏡は俺を殴った後、何やら不思議な力でみんなを眠らせてしまった。くそ！つぼみをどこに連れていくつもりだ！あ？また面倒なことをされたら困るからね。このお姉さんは秘密の場所に隠させてもらうよ。お、生きている可能性ある。面倒なこと、つぼみを助けようとしたことは。そうか、そういえば俺は、あ、じゃあ鏡は俺たちにいじめられたことを憎んで怒っていたんだ。俺たちに助けを求めたつもりが予想を外しいじめられたから。そこで鏡の中の映像は途切れてしまった。俺は怒りに震え、月城鏡に向かって怒鳴りつけた。え？違くない？ただ、ただそれだけのためにつぼみを殺したのか？殴ったの2回目って言われてたけど。月城鏡は釈然と答えた。万引きは犯罪だよ。だから刑を受けたって仕方ないじゃん。確かにあんたの言う通り、万引きは犯罪よ。でもその罪は法律にのっとって処罰されるべきじゃない？それはあんたが勝手に。うるさいな。話を遮るように月城鏡は言葉を続けた。とにかくここで犯した罪の代償なんか関係ない。罪人は生きては帰れないんだよ。お前どのポジションなん？ひどい。ひどい？でもお兄さんたちがその人のことをしっかり助けてあげられてたら、こんなことにはならなかったんじゃない？いや、もう助からんよってだいぶ早い段階でお前言うとったやろ。それは。まあみんなでよく話し合ってみるといいよ。何を？そう言うと月城鏡は驚愕に腰をかけた。ふざけんなよ。とりあえず別の部屋に行こう。あいつに見られてると落ち着いて話もできない。殴ったのは颯ちゃんじゃなかったの？俺は月城鏡をにらみつけ、みんなと共に急ぎ足で別の場所に移動した。気まずい静寂が教室を支配する。ねえ、あ、ほどなくして部長が口を開いた。罪を犯した人間が殺されるって話みたいだけど、つぼみは窃盗犯だった。みんなは何も罪は犯してないわよね？いや、罪を犯したからここに来たんじゃないんですか？それはとても難しい質問なような気がする。俺はもちろんだ。いやー、どうだろうかね。私も何にもしてないよ。安心してよ。お前は有罪だよ。ヒカルは？ヒカル？僕も何もしてないよ。犯罪なんかするわけないじゃないか。やってるやつの言葉です。ヒカルの目が一瞬泳いだ気がした。なんかやったな。それならこれ以上犠牲者は出ないわね。まさかヒカルくんが原因で事故ったとかないよね？そうだね。でもつぼみがまさかあんなことしてたなんて悲しいね。それにつぼみの遺体はどこに隠されてしまったんだろうな。本当に死んでんのか？俺たちが話していると、あ、僕ちょっとトイレ行ってくるよ。え、怪しいんだけど。何、どうした？トイレ？あ、じゃあ俺もついていくよ。スレションだ。単独行動は危ないからな。うん、そうだね。いや一人で平気だよ。ちょっと冷静になりたいんだ。何？なんか溜まってるものでもあるんですか？そうなの？ヒカル大丈夫？
いろいろあったもんね。いろいろあったもんね。主にお前。だからちょっと一人にしてくれないか。主にお前とな。それじゃ。いや、どうした。ヒカルはそう言って颯爽と走り去っていってしまった。なんだか様子がおかしい。気のせいか。いや、追いかけるべきじゃないこれ。ああ、もう。お腹も空いたし、喉も渇いたし、つぼみは死んじゃうし、最悪だよ。そっか、食べ物も飲み物もないの。ここ水道とか出ないの。ほんと最悪よ。こんなことになるなんて誰も想像してなかったわよね。いつまでもここにはいられないね。早く解決しないと。罪、罪か。ん、なんか覚えでもあります。俺はヒカルのことが気になっていた。ヒカルはまずここに飛ばされた時、誰かに連絡を取ろうとしていたな。あー、警察とか。それが友達でも誰でもなくて、ヒカルはもしかして何かを隠しているのではないか。それ隠し事の一つや二つあるって生きてればね。いや、大事な弟を疑うなんて。もう誰も疑わないって決めたじゃないか。そうだ、ヒカルは何も隠してなんかいない。いやいや、露骨に隠してたよ、なんか。え、大正義、大正義のヒカルくん、どうした。どうしよう、どうしよう。何、追い詰められたら笑うタイプ。スバルに、スバルにバレちゃう。僕が今までしてきたこと全部水の泡になっちゃう。え、何したの。カッツンの過去を知って僕は正直焦っていた。あの鏡にそんな力が。まあいい。何、みんなどす黒いの。きっと大丈夫だ。僕は何も悪いことはしていないんだから。そうだよ、あれはスバルのためを思って。だから問題ない。何、上なんかやった。僕は悪くない、悪くない、悪くない、悪くない。そうだよ、だってスバルはいつも言ってくれていたじゃないか。何、え、お前らガチにそういう仲だったの。俺はこの先何があってもヒカルだけを守り続けるからな。マジかよ。うん、僕もだよ。好きってまずはそういうことだったのか。好きってそっちの好きやったのか。マジか。そう、何があっても、今の目は右目だから潰されてない方の 目か。スバルは僕だけを守ってくれると。僕はスバルのために頑張ってきたんだ。何、どうした。だから僕のことをたくさん褒めてくれるはずだ。ね、ここヤンデレしかいないの。やばいんですけど。マジか。その時、あ、階段から落ちたよ今。ぐしゃって言ったよね今。びっくりした。何の音だ。今すぐ行った方がいいね。心臓飛び出るかと思った。やばいよ、だから単独行動ダメって言ったじゃん。ちょっと様子を見に行きましょう。ああ、これで両手に鼻の状態になっちゃう。俺たちは音がした方へ向かった。なんだかわからないけど俺は嫌な予感がしていた。嫌な予感しかしないよ、あんなの。え？廊下に誰かが倒れている。体格からして男性だ。もう一人しかおらんやんけ。あの、大丈夫ですか？え、なんで他人行儀なの？え？え？ひかる！え、なんで他人行儀だった今。ちょっと一応1万円もらっときます。まあそうだね、そう好きだったんだもんね。ちょっと、え、ヒカル、そこにはヒカルが倒れていた。君の罪を暴かせていただくよ。誰か
誰かで会ってほしかった願望だったんだ。俺の知らない他人で会ってほしかった。ヒカルだった。俺の大切な。どうして、何度呼びかけてもヒカルは返事をしてくれない。なんで、なんで。俺は寝ているヒカルを必死に起こそうとする。だけどヒカルの体には全く力がなく、すでに脱力しきっていた。息があるかどうか確認していちょ。いや、音楽いいな。ヒカル、何があった？ヒカル、もう話せないでしょ。イカルー、なんでどうなってるのよ。そこに出た無様だね。罪人を、なんだこいつは、なんだなんだなんだ、断罪、断罪してんのか。お前、こいつが全ての罪人を殺していくっていう物語。月城鏡は嘲笑うかのように言った。なぜ、どうしてこんなことになってしまったのだろうか。さっきまで笑っていたヒカルがどうして、なんで。まさか、また鏡に。そのお兄さんは、どんな罪を犯したんだろうね。ねえ。ニタニタと楽しげな声で奴は言う。いやー、人の罪暴くのもいい気持ちせんよ、でも言うて。ヒカルはなんで突然死んでしまったんだ。ひどい外傷は見当たらない。でも死んだんだ。やっぱ俺はヒカルのその細くて綺麗な首に変な違和感を感じた。さっきものすごい音が聞こえたけど、もしかしてあの音は。だってあそこに容疑者はいねえ。もう3人揃ってたから、他にいるとしたらもう鏡くんしかいないよね。それか、そのお兄さんは階段から落ちて首の骨が折れちゃったんだよ。いや、明らかに落ちた後ぐしゃってやってたよ。まあ、お兄さんの背中を押して落としたのは僕なんだけどね。まあだろうね。階段から突き落とした。小学生が思い切り背中を押したって、そんな簡単に光が死んでしまうわけがない。その後ぐしゃってやってました。僕はつぼみが死んでしまった時のことを思い出していた。あの時も月城鏡は何やら不思議な力を使ってつぼみを殺したり、俺たちを眠らせたりしていた。こいつは一体何なんだ。もしかして今回も人知を超えたものすごい力でヒカルを殺した。あり得るね。許せない、許せない。うせろ。おお、強者、強者発言。あ、おい、ヤンキーも対抗してくる。失せろって言ったんだよ、この野郎。おお、俺はそう叫んで月城鏡に殴りかかろうとすると、落ち着きなさいよ。お、止めてきますか、共犯者。後ろちゃんか、羽がいじめにされた。話せよ、こいつは、こいつは光るわ。もう嫌、なんで、なんでこうなる。まあしょうがない。ハヤテの悲痛な叫びが鼓膜をつく。ハヤテも落ち着いて。まあ落ち着いてはられんよ。後ろが一周するように言うと、一呼吸を置いて話を始めた。二人ともお願いだから落ち着いて。いや、お前が一番なんかやばかったじゃん最初。私はもう仲間を失いたくないの。うん、確かに私もつぼみやひかるがこんなことになっちゃって悲しいし、今でも意味不明よ。はい。だけど落ち着いて、みんなで一緒に元の世界に帰りましょうよ。このままだとマジで全員全滅しちゃうもんね。牛尾は今にも泣きそうな表情で言った。でもどうやって出るの、ここから。ハヤテは泣きながら膝から崩れ落ちた。確かに牛尾の言う通りだが、僕にはもう立ち直る精神力が残念ながら残っていなかった。どうしたら、どうしたらいいんだ。ここで死んでしまった人は現実世界でも死ぬのだろうか。気がつくと月城鏡の姿はなかった。
それに光の遺体もすでにそこにはなかった。よし、美術室行こう。クソ、またあいつに連れて行かれたのか。あ、鉄パイプ？床に何かが落ちる音はした。僕はそれを拾った。光の持ち物。ああ、これをまたあの鏡に映さないといけないのか。かざさないといけないのか。そう、つぼみの時のように。光が何を。何したんだろうね。もうやっちゃったかな。ハヤテがつぶやく。俺にも信じられないが、ここで死んでしまった以上受け入れるしかないのか。まさか母親殺してないよね。なんかこの、なんだ。この主人公の、なんだっけ、なんとかくん。のことを好きすぎて自分のものだけにしたいみたいな。俺が光の持ち物を広げた。それは財布と携帯と、そして小型のナイフ。どうしてこんなものが。小型のナイフ。わからないわ。でも今は手がかりが欲しいわ。スバル、気持ちはわかるけど。わかってる、大丈夫だ。誰を呼んだんだろうね、スマホで。俺たちは光の持ち物を持って美術室へと向かった。やれってことね、これは。全員やるまで終わらないのかな。鏡とは。はい。俺たちは鏡を探し、そして見つけた。みんな、行くぞ。はい。一番怪しそうなナイフをそっとかざした。俺たちの思った通り、ナイフを鏡にかざすと、あの時の光の姿が映し出された。